しゃあ。やべ、もう始まるぞ。やべやべ。雰囲気ぶつってきたな、これ。始めた。20秒前でーす。はい。お願いします。こんばんは。はい、10秒前でーす。お願いします。10秒前。はい、開く。FEC チューンド 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 FEC チューンド。はいどうも、はいどうも、デコ帰りです。僕リョートです。デコボコトラベリングです。お願いします。はい、今日の漫才のテーマが梅雨ということで、なるほど。はい、ちょっと漫才の方していこうと思います。やりましょうよ。はいはい。はい、梅雨ですけども。そうですね。ね、雨ざーざーして、今日も俺洗濯物干してきたんですけど。あ、そっか。あの、デコボ、あの、デコボコって。まあ、ね、シェアハウスでね、あの、洗濯物干してきたんですけど。干してきたんだね。雨降ってても、ちょっと嫌な気分になりますね、梅雨って。帰り。うん？雨っていいんだよ。雨っていい？雨っていいんだよ。いやでもね、なんか梅雨っていろいろジメジメしててね、はいはいはい、もうなんかもう気分も落ち込みますよね、ほんとに。カイリーだから雨っていいんだって。雨がいいの？雨っていいんだよ。梅雨とかじゃなくて雨がいいの？雨、梅雨もいいんだよ。雨も梅雨もいいんだよ。いやいや、雨も梅雨も、うん、この時期がいいんだよ。いやでもね、なんかこういう時ってカビとかが生えたりとか、とってもなんか嫌な気分になりますよ。はい、梅雨っていいんだって。さっきから梅雨っていいんだよって言うけど、リョウトどこがいいの？梅雨の時期はね、うん、雨が降るさ、うん、女子高生がそれで濡れて、うん、下着が見えるところだばよ。いや、こんだけ引っ張って結局島根高い。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。デコボコトラベリングのビッグスモール。さあ始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール。僕らデコボコトラベリングの帰りとりょうとでお送りしております。はい、お願いいたします。お願いします。はい、じゃあいつもの行きましょうか。はい、今日もですね、学校、バイト、仕事、大学生の皆さん全員お疲れ様です。はい、この1時間生放送でお送りしてますので、ぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、夜はくもじもじで喋ってますわ、見ないでこっちを見てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ね、あの、いろいろコメントをこんばんはってくれたんですけども、はい、こんばんは。じゃあまとめて、皆さんこんばんは。はい、ツイキャス聞いてる方も、ラジオ聞いてる方も、はい、ツイキャスではコメント、ラジオでは、メッセージの方を募集しておりますので、やってますよ。皆さん、じゃんじゃん。今日めっちゃ噛んでるやん、赤い。ちょっと体調悪いわ、今日。体調悪いのか、熱があるのか。熱はない。あ、じゃあ大丈夫で。大丈夫なんだ。頑張っていこうよ。そういう基準なんだね。そういう基準でやりましょうよ。はい、というわけで皆さん、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、はいはい、まあ、オープニングトークの方していこうと思うんですけどもね。もう今日帰りが不調って言われてコメントからもある通りですね、はい、今日はあるラジオに出まして、僕たちのラジオ、はいはいはい、水曜ビルのレギュラーで僕たちやらせてもらってるんですけど、はいはいはい、それでいつもは僕たちこのハイアップロー1000人フリーライブっていうのがあって、その、はいはい、まあ、タイトルコールがあるんですよね、を最初行って、デコ帰りです、ボコリョートですやるんだけど、はいはいはい、その時に帰り、今日デコ帰りですから入ってしまって。そうなんですよね、一発目からちょっとちょっとやらかしてしまいまして、エコーがかかってたよな。デコ帰りです、です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 っていう感じ。3秒シーンってなって、いや3秒も経って1秒ぐらいで、1秒か、みんなってなって面白かった。まあそれはそれでちょっとね、面白かったんですけども、面白いこれ。はい、あ、そして今日初めて見てくれる方ですね、こんばんは、シュプリームさんです。ちなみにシャワーの途中で見てるらしいので、あの、ちゃちゃっとシャワー終わらせてもらって、シャワーの途中でもいいよ全然、まあ見て見て。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。毎週水曜日担当していますデコボコトラベリングです。はい、よろしくお願いします。ラジオを初めて聞く方もツイキャス初めて聞く方も、よろしければ最後まで見ていってください、はい、お願いしますね。ですね、はいはいはい、いつですかね、昨日か一昨日ぐらいに僕たちKYチャンネルっていうこの YouTube でチャンネルを持ってるんですけど、はい、持ってますね。そこのサブチャンネルっていうところでですね、うん、大食い初めて企画やりまして、大食いの企画ですね。僕とあと KY デンジャラス、昨日のデンジャラスナイトでやってる、はいはいはい、KY デンジャラスのコータ と, コータとあとですね後輩のヘンザン亮とね、っていうやつと、はい、あと新太郎、生徒会長新太郎っていう、はい、ね、この4名で大食いやったんですけど、なるほど、となんとですねこの、うん、あれたこ焼き88個ね、88個も食べたの、はい、そしてクロワッサンたい焼き15個、いいなりょうと、りょうといいなって言うけど、だって俺お前らがこれやってる時俺も行きたかったんだよ。でもりょうと実家に帰ってるかなと思って、俺はちゃんとホームシックだったからさ、俺こうたこ焼きのこと言ったら来たのに、あんたや違う違う、絶対多分ね、次の日バイトとかで忙しいかなって俺は思って、わざと声かけないで一応でも一応時刻だったでしょ、写真見る限りちょっと苦しそうなのを頑張って笑顔作ってたような、めっちゃきつかったから本当にきつかった。うん、たこ焼き3船分、うん、3船って3船こうね、船っていうのあれ、そう一つの船っていうんだけど、うん、3船と、うん、たい焼き俺5個食ったから、5個も食ったのあんた。で俺めっちゃきつかったんだけど、うん、コータに関しては、うん、たこ焼き2個と、うん、たい焼き1個半食べて、うん、あいつきついっつってもう食べなかったからです俺もきつかった、きつい話聞いて、昨日さ、その一昨日ぐらいにあったんじゃん、カイリーたちがこのやった動画撮影したの、はいはいはい、一昨日ぐらいで、昨日俺電話してカイリーと、うん、で電話して、サブチャンネルをだからやったから、編集してくれないかって言って、うん、あ、いよいよ全然やるよ、撮ってくれて、こちらこそありがとねって言って、はいはい、でバイバイって切ろうとしたらカイリーが、あ、ちょっと待ってって言って、カイリーなんて言ったんだった一応この動画3時間半あるからバカじゃないの本当にやったことないよ3時間も編集そう、動画自体の長さが3時間半あるわけよ俺いつも10分の動画撮って、はいはい、そこから2分とか4分にやるけど、はいはい、3時間はないやつさ。ちょ、動画を、まあ、できれば10分以内にしてもらってあー待って、ちょ、ところどころ面白い場所もあるから、そこもちゃんと切り取ってうまく貼ってほしい。マジかお前、だって自分の動画だったら、うん、あ、ここのところちょっと心配したなって切ればいいけど、まあ、確かにあんたたちの見てないから一回全部確認してからやらないといけないってことでしょ。一回3時間半動画見てからちょっと練習しよう。ええや、地獄のやええや、もう俺聞いた瞬間やっぱやめようかなって思ったね一瞬思ったでしょ、ちょっとだって迷いが見えたもん。だって最初カイリーが申し訳なさそうに、りょうとごめんだけどさって言うから、あ、なんかあったのかなと思って、うん、編集してほしい。あ、いいよ3時間、あ、もういいやらなんなんだよ。申し訳ないけども、これはちょっと3時間ちゃんと編集してもらって、ね、じゃあもう一応まとめるは10分までには。あ、でも最悪ね、なんか前編後編とかにしてもいいし、2編3編ぐらい、前編後編したら後編もう帰りたち死んでるだろ絶対でもなんかうまくさちょっと分けれる、なるほど、天気があるわけよ結構、あ、 3個ぐらいに分けれる、この前具合に、あ、場面があるんだね、うん、場面があるから、もしよかったらねそこで3個ぐらい分けてもらってもいいし、うん、次ヨートにも食わして。ああ、いいよいいよ、持って帰る持って帰る。あ、それか、あ、うん、俺思いついたんだけど、うん、なんか3時間俺が編集してるところを変山亮斗に撮らそうと思ってる、うん、はい、3時間編集をしてる動画をさらに撮ると。俺多分めっちゃ病んでるはずじゃあその病んでる亮斗もこうご期待ということで、はい、ぜひ見てください。はい、皆さん楽しみにしておいてくださいドラマ3話分ぐらい見ないといけないってことですからね。あ、まあまあ、ドラマ大体1時間のドラマをね、1時間の3個見ないといけない映画だったら1個ぐらい、映画だったら2本分ぐらい、短い映画だったら2本分ぐらいじゃん。終わった、もう分かった、やるよ
やろう。はい、ここでやる気になってくれたということで、はい、ね、あのツイキャスでは、はい、まゆちゃんからお茶とか、あのね、ね、本当にありがたいこと、僕の後輩が今日見てくれてますよ。あー、はいはいはい、ね、まあその話はどうでもない。なんで開く、お前俺の友達だよ、一番のお前友達は後輩だよ、間違えてどっちどっちどっち、後輩の開くです。開く、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そう、あ、俺の話聞いて。ありがとう、話聞こうか、うん、じゃあちょっと待ってよ、痛い痛い、落ち着く、ね、ちょっと休憩ね、はいはい、あのね、ラジオ中に休憩ってどうなもんかと思って、ごめんね、今日いろんなバタバタしててからさ。あのね、今日よ、帰りは分かると思うんだけど、僕たち友達の誕生日やったさ。あー、分からん分からん分からん。お前いたよ、隣にいたよ、僕たち友達のね。はい、そうなんですよ、あかねっていう友達。名前出しちゃっていいの？あれ大丈夫、あれは大丈夫。一応コミュニティラジオとはいえ、うん、ラジオだから、うん、あれは大丈夫、一回許可取らない、あれっていうな、あれは大丈夫、あれっていうな、僕の友達だからさ。違う、一応著作権っていう、肖像権っていう、なんていうのかな、まあ、肖像権、プライバシーの権利があるから。そうだね、うん、じゃあ A さんね、 A さん。もう手遅れてる、ダメか。生放送だから。おい、あかねでいいよ。じゃあいいよ、もうアカネがね、うん、誕生日でから、はいはい、アカネがっていうか友達がって言えばいいね。あ、そうだよ、うん、友達のアカネが、アカネって言ってるやし。あ、そっか、友達が、うん、だから友達が誕生日で、あー、俺一番楽しかったサプライズやってる側として、はい、まあまあ確かにね、なんか結構練ったサプライズというか、そうね、おかげさまで12時、まあ24時に集合して、終わったのが朝の5時ぐらいだから、で俺帰ったの6時だから、6時7時ぐらい帰ってバイトがあるってバイト行ってみたいな。すごい、やばかったな、サプライズ。いや、ハードすぎたよ本当に。なんかこの子の車を海まで持って行って、そう、どうにかこうにかして持ってっ て, って落書きして、でなんかもうプレゼントみたいな飾って、イエーイみたいな。いや本当に羨ましい。本当に、はいはい、本当に羨ましい。俺何回もツイキャスでやるけど、帰、わかる、皆さん聞いてくださいよ。帰りは大学行ってたり、バイトもしてて、いっぱい友達がいるから、はいはい、誕生日の時に車に同じようにうまい棒、何本だった？200本ね、飾って、帰りが帰ってきて、あー、うまい棒がいっぱいある、誰が誕生日なの、あ、誰が誕生日なのじゃない。わかるだろ、自分だよ、自分誰がやったのって言って、うん、で、ハッピーバースデーって来るさ。しかもその後にまた俺大学の友達がサプライズで来てくれて、うん、で、3名だけと思ってたら、あの焼肉屋さん入ったらな、いっぱいいて、みんなでハッピーバースデーみたいなサプライズもあったりね、うん、あのよ、やられたこと一回もないやつさ。いや、一回もないやつ、さすがに。じゃあ帰り、ほんとにこれ聞いてほしい、うん、去年の夏休み、はいはい、僕8月16日誕生日で、はいはいはい、みんなで8月16日にたまたまね、はい、民宿で泊まりに行ったわけですよ、みんなで、ね、はいはい、いろんな友達と、うん、で俺なんかサプライズあんのかなって楽しみにして、うん、その日俺眠って起きて、うん、でみんな 何やるのかなって楽しみにしてたら、はい、あ、りょうと今日誕生日だったんだ、あ、来るのかな、はいはい、おめでとう、はいはい、終わり。終わり。いや、もう悲しくて悲しくてよ、うん、今日、今年お願いね、うん、ああ、オッケーオッケー、考えとくよ。絶対違うの、はいはいはい、いや、誕生日の時はちゃんとやるよ、りょうと。あ、ほんとに、うん、じゃあ車黒色だから白にし染めようかな。ああ、オッケーオッケー、じゃあ俺は何もやらんよ。お願いやってよ。じゃあ、りょうとの車白だから俺黒に染める。オッケー、それでオセロでね。オセロではないけど、あの、ほんとにだから夏休みの人とか誕生日、はいはい、きついと思う、まあ、夏休み、なんか8月の休みあるあるみたいなね、うん、そうそうそう、あ、8月の休みじゃない、8月の誕生日ある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 。今日やばいね、帰り。あー、ちょっと一回休ませて。誕生日あるあるね、誕生日あるあるね、はいはいはい、本当にだからハッピーバースデートゥーユーとか学校ではやると思うんだけど、はいはいはい、昼休みとかこう放送で、今日は何々ちゃんが誕生日でした、みんなで祝いましょうみたいな、 やられたことないから。やられたことないんだ。もう本当に本当にだから、うん、悲しいな。本気で傷ついてるやし、本気で。だからね、本当に誕生日を今年はね、もう二十歳だから、はいはいはい、二十歳だからね、りょうとは。なんかよ、思ったのが、なんか誕生日祝うっていうのはみんなに祝ったらもらえると思ったから、はい、俺、はいはいはい、今年ね、いろんな人の誕生日ちゃんとプレゼント持って祝ってるよ。ああ、確かに、なんかね、今回の友達のこのサプライズでもね、うん、なんか大きな熊さんみたいな、うん、そうそうそう、
クマさんの人気、あれ恥ずかった、あ4人ぐらい友達誕生日で今年、はいはいはい、6月とか、うん、あ5月だ5月で俺ニトリでいっぱいこういっぱいこうクマの人形持って行って、うん、俺本当にフラーな人かなって思うフラーな人とは思われてないよ、大丈夫大丈夫、クマの人形、まあまあまあクマの人形を大量買いしたらまあ一応そうだね、ちょっとね、うん、なんかやばいやつかなと思って、そう、しかも俺その時もう寝巻きだから本当に寝巻きの状態でクマさんいっぱい持ってレジまで行ってやばいやつやし一生懸命あの袋包んでもらって完璧にやばいやつでしょ、本当にもう手伝ってもらって最後車で本当にこういうの、はいはい、ね、だから誕生日楽しみにしております。8月16日です。はい、8月18日だっけ、16です、あ 18日まで構いません、あいいんだ、9月10は受け付けておりますので9月10まで受け付けてる、はい、大丈夫ですよ、あ僕はあの年がら年中受け付けてるのでやめてくださいいつでもプレゼント大募集中です、集中です、はい、はい、よろしくお願いします。あちなみに僕の誕生日11月26日なので皆さんよろしくお願いしますね。はい、どうしたらそうですね、もうだからもうあひろみさん誕生日だったんだ。あコメントの方で、ひろみさんが誕生日スルーされてるらしいですね。いやもう最近過ぎたけどということで祝いましょう、はい祝いましょう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアひろみさん、ハッピーバースデートゥーユー、いいですね。何の時間誕生日何の時間これ祝わないと、ね、あひろみさん次会った時リョートのプレゼントをあげます、はいリョートのプレゼントあげましょう、リョートのプレゼント、リョートのプレゼントってなんか日本語おかしいけどねもうリョートあげます、リョートからのね、うん、リョートからのプレゼント、でちなみにリョートあのハッピーバースデートゥーユーの時、うん、ハッピーバースデーディア誰々っていうところあるんだけど、うん、いつもイザーって言ってるから直した方がいいわからんのに英語いやいやわかれわかれそこはもうハッピーバースデーイズアとか言ったらどういうことだってなるイズって何ねこれ、イズはなんか何やですみたいな、いいよ気にしない、イザイザ行きましょう、適当死ぬほど適当イエイエあーもう本当にプレゼントを俺ちゃんとみんなに渡します、誕生日って言ってもらったらちゃんと行きますので、はい、そうですね、あの僕がプレゼントでもいいですよ、ヨットがプレゼントになるので最悪、うん、はい、全然大丈夫ですよ、あの皆さんプレゼント欲しい方はね、はい、あのまあ、個人的にヨットに行ってください、行ってください、はい、もう全然もう来ますので、僕は関与しないので、はい、はい、ヨットがプレゼント持ってきますので、あの僕に個人的にプレゼントくださいって来たら、まあ、はい、プレゼントあげますけど、はい、あの僕の誕生日のプレゼントくれないと僕は怒りますので、はい、やめてくださいやめてくださいちゃんとね、はい、あのお返しもちゃんと期待します、はい、あの僕にプレゼントをくれたらそんなに言うの、お返しそんなに言うのそんなに言うんだあげますよ、じゃあちゃんと、はい、もう全然ねプレゼントくださいって言ったら僕はあの1円玉ぐらいあげるのでまあ気持ちだったらね、はい、気持ちはあのね本当に1円玉に勝るとも劣らないような1円玉ぐらいの気持ちで、はい、あげますのでリョート上がってるけど帰りこうなってるよ下がってるはい、というわけであの、はい、ねプレゼント事情ということで、はい、よろしくお願いします、プレゼントも持ってきます皆様、はい、はい、そんなことよりもですよ、なんですよ帰り待って待ってごめん今なんて言ったなんですよ、ごめん本当に今国語力が全然わからんやつさ待て待て、その日本語もおかしいし、うん、その前の日本語もおかしいし、今あのパッパラパーになってるよ、パッパラー、分からんもう今日俺本当に今日いろんなの行き来しすぎてから今日いろんなことあったから、はいはい、もうパッパラーになってる今日、いやもうね、あこれが僕の相方なんですよ、はい、皆さん、はい、よろぴくって、はい、どういうテンションだば今今日分かんない今日何ですか今日は帰り、いや今日ですね僕はいつもと変わらず大学があったんですけども、はいはい、学校に ねそう僕あのね知らない方もいると思うんでちょっと自己紹介しますけど、あなるほど、沖縄国際大学っていうねあのはい大学に通ってまして、ですねあの今2年次のね心理カウンセリング専攻というところにいるんですけども、ね、はいはい、あのねで今日何だったか何の授業でしたか、あの臨床心理学っていう臨床心理学、はい、授業がございまして、はいはい、あのそこでねいろいろ授業を受けてきました。
はい、以上です。わからん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 どういうことどういうこと、特に中身のない話、ない話をあんたやったの。はい、あの今日一日をあのね、うん、いろいろあのね、読み返して今トークの方やってるんですけど、あの特に色のない一日だったなと思って、うん、はい、パッパラーパッパラーってなんだろうじゃあパッパラパーって意味わかる、そう、お前全然わからんやつえ、嘘え、全然あのパッパラパーっていうのはあのなんかちょっと抜けてるみたいな、頭が抜けてる、抜けてんよやはっさあ、だからさっき変なんか怒らなかったんだ、当たり前さ、逆になんかパッパラパー気に入ったのかなって思っちゃって、違うよ、あの帰りも今日パッパラパーだったから、りょうたん、うん、おいラジオ中にコーヒー飲むな、ちょっと今日ラジオ中にコーヒー飲むな、今日はあのテンションが変だから、ちょっとせめて CM 入ってから飲む、すいません、ちょっと喉が痛いやつ、今日やばいですね、僕も鼻詰まってるんです、後から鼻からコーヒー飲みましょうね、パッパラパー困ったらパッパラパーっていうやっていきましょうよ、はい死に適当やし、もうこういうのもいいかなと思う、ちなみにあの、はいはい、コメントであのフラーっていう聞いてますけど、そうなんです、あの沖縄の方言でいうフラーとまたなんか似たような意味というか、まあ、イコールって言ってもいい感じですね、でちなみにまいちゃんからパッパラパーじゃなくて自分はくるくるパーって言います、にっこりマークって来てますけどもくるくるパーじゃすぐ応用しようとするあ、くるくるパーって言う人もいる、くるくるパーも結構聞いたことある、そう、パッパラパーしか聞いたことなかったやつだ、聞いたことあるんかい、くるくるパーのがあるかじゃあくるくるパーとかも結構言ったりしますけどね、いいですね、まあ多分地域によっていろいろ変わると思うので、いろいろありますよ、はい、あのまあ自分の好みの言葉を使ってみてくださいはい、よろしくお願いします、はい、じゃあまあいろいろ喋ってきましたけども、なるほどね、まあここら辺で CM の方行きましょうか、行きましょう、はい、じゃあ一旦 CM でーす、どうぞ、こんばんは、こんばんは、アッチーさん、うわー、いいですね、はい、19人ぐらい今そうですね、見てくださってますかね、ありがとうございます、はい、フラーっておバカさん程度かなって思うけどっていうことで、そうですね、ルビーさんが言ってますけど、まあね、なんか度合いはね結構いろいろあったりするのかなって思いますけど、まあ、リョータはもうなんかね、もう バカだね、リョータはなんか、うん、うん、バカだよ、リョータは地域によってこのなんか度合いを示すので言葉変えたりとかね、うん、あーなるほどね、ゲレンとか言ったりするでしょ、ゲレン、あ、ゲレンも聞いたことあるよ、俺最近だってあのね、あの洗いバイト先で洗い場やってるネパール人に、うんうん、帰りさん帰りさんゲレンって言われたからどういうこと、俺最近覚えたてなのかな、5秒前、お前でっかいな、お前小さいな、デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、 CM 開けました、デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、ね、あの CM 中もツイキャスの方にはいろいろ喋ってたんですけど、喋、はい、ってましたね、そう、僕はあのね、バイト先のネパール人から最近、はい、おいゲレンとか所詮顔だけとか、柳川議員とか言われたりするんですけど、誰が言ってるば、いや誰が教えてるば、ちょっと僕もねわからないです、急にあのなんか帰りさん帰りさんって言われたと思ったら、うん、ゲレンっていうもう誰が言ってるば、最近なんかちょっと結構大げさに髪の毛を分けてる時とかがあって、うん、しかも髪切ったばっかりでこの2ブロックにしてるんで、まあ、片方に髪分けてるから片方はなんかこの、ね、バリカンで剃った感じになってるんですけど、うん、はいはいはい、そしたらなんかそのネパールの方にね、うん、あのカイリさんって言われて、うん、何って言ったら左髪消えたって言われてこれはお前違う誰かが教えてるわけじゃないだろ、違う切ったカッティングとか言ってこれは思ったことを言ってるだけやし、これはめっちゃあの、ね、最近そうあのネパールの方にバカにされるんですけどちょっと見てみたいでありますね、生でね、あのまあそういう出来事はでもね、こういうの良くないよ、俺が後から叱っとく、あ、本当に唐揚げを詰める、唐揚げ詰める、うちに唐揚げを詰める、あ、本当に、そしたら、うん、リョットさんリョットさんチビって言われるはず全部詰める全部詰めるいいなぁ、ね、まあ、俺もこういうなんかノリのテンションやりたいなぁ、まあ、そんな感じの職場で和気あいあいと働いております、面白いですね、めっちゃ面白いわ、はい、じゃあね、まあ
あの今日のコーナーもありますので、はい、行きましょう。コーナーの方行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。ではコーナー行ってみましょう。 YouTuber への道。はい、僕たちは YouTube で時々動画を配信しています。その企画を考えたり、どうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーです。はい、はい、今日もサブのコーナー始まりましたよ。サブじゃないよ。はいはい、はい、サブじゃないよ。今日は準メインのコーナー始まりました。準メイン、やかましいわ。でもそれは認めるよ。認めるんだ、うん、全然いいよ。やれただけで満足よ。お前はいいやつだな。元から言う。自分で言うな。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで僕たちですね、はい、YouTube でチャンネルをやってまして、 KY チャンネル、お、今日言えたよ。ちゃんと言えてるね。 KY チャンネルっていうチャンネルをやってるんですけども、はいはいはい、これね、 KY チャンネルとサブ KY チャンネルっていうのがありまして、はい、KY チャンネルはメインで、はいはい、金曜日に投稿されて、サブは毎日投稿をやっております。はいはいはい。で、企画を今日も考えてきました。はい、ありがとうございます。じゃあ早速一つ目からいってみましょうか。はい、行きましょう。変山のいびきを直すのはどんな知ればいいのかな動画。はい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 、はい、僕たちの後輩である変山亮と、はい、はい、一緒に住んでるんですけどね。なるほど。はい、ちょっとちょうどツイキャスのコメントの方が、はい、変山から来ましたので。なるほど。ちょっと呼んでいきましょうか。はい、行ってみましょう。リョートさんのメガネ、ゴータさんのやつに似てません？わら。ゴータさんって誰？ゴータさんって誰？変山？ボケたのかな、変山は。ちょっと触れないようにしましょう。はい、というわけでね。あ、このメガネはね、はい、最近お母さんから買ってもらった。お母さんから買ってもらったってどういうこと？うん、日本語がまたちょっと。リョートはね、お母さんに買ってもらった。コータのちょっと似てるよね。だからコータの前で一応つけないようには心がけようかなと思ってますね。ね、マカデカはコータと似たダサいメガネをかけております。そうですね。今日はダサいメガネをかけておりますが、認めるんだ。お母さんが俺つけたから、うん、やっぱダサいやつだって。お母さんにも言われたの。お母さんが買ってきたのに、お母さんがダサいやつだって言われて。ちょっとかけようかなと思ってかけてます、ね、まあまあまあ全然似合ってると思いますよ。はい、よろしくお願いします、はい、というわけでね、その変山ですよ、はい、後輩の変山、あいつのいびきがうるさすぎて。そうなんです、夜も眠れない。いびきがうるさいんですよ、彼、後輩のなんですけど、うん、とってもうるさくて、うるさい、寝てたとしたら隣でいびきかかれたら起きちゃうぐらい。そうですよ、もう同じ部屋で寝れないんですよ。だから彼、隣の部屋でいつも寝てるんですけど、たまにね、カイリーの布団で寝てるから。そうなんですよね、カイリーの布団のところはリョートとコーターとカイリーが寝てるから、うん、結局共同だからみんなに被害が。俺とね、まあ、コーターとかリョートとかね、そうそうそう、みんな被害受けるっていうね。え、だから変山のいびきをどんなして直すのかなと思って、はいはいはい、変山ってドッキリするのはちょっと難しいキャラだわけ、うん、ああまあまあ確かにそうだね。あいつはもうすぐ反応するわけ、はいはいはい、ちょっとちょこんってやったら起きるし、はいはい、もうすぐ察知するから。確かに。だからわざとやろうかなと思って。わざとやるというと、うん、もう変山がいびきしてます、うん、したらいきなり合唱してみたり、うん、君側、君がよな、君がわってなんだろ、君がわわわ、いや、おかしいだろ、完璧におかしいだろ。あとか、はいはい、漫才を始めるっていう。ああ、はいはいはい、急にでね、一番リョートがやりたいのはですね、はいはいはい、全身脱毛クリームを塗ってもらいまして、はい、朝になったらツルッツルにさせたいなと思って。はい、人によってはちょっといいだろ。変ちゃん絶対あれは変さん嫌がるか。嫌がりますね、はいはい、あいつも結構産毛がやばいから。まあまあ確かにね、結構俺最近サブチャンネルで中地の産毛をこう取ったんだけど、ガムテープで、はいはい、めっちゃ綺麗に取れたっけ。そうなんだ。だからあいつが、変さんがめっちゃいびきして俺眠れない時に、うん、だからこの強力ガムテープ全部貼って一気に抜こうかなって。面白いな、ちょっと。でこれで変さんは、はいはい、ガチ切れするから。
あ、確かにね、うん、あの子結構こういうので切れたりするからね、切れたりするから、うん、そこも見どころかなって思って、まあまあ確かに動画に抑えられたらね、うん、それはそれで面白いからやりましょうかなと思ってます。いや僕からもやってほしいですもん。彼のいびき、ね、部屋の隣にいても聞こえてくるんで、あのリョートは、あのリョートと帰りはですね、あのライブがあったんですけど、はい、その前日にですね、はい、あの眠れなくて、あの真っ黒い目をしながら、あの熊を行きながら、ね、しながら漫才したんですけど、ライブに出てあんなに憎んだことはありませんでした。確かに、はい、ライブ前日にいびきで寝れないってどういうことよって話だけど、ね、やばいから、本当にやりたいなって、俺自身の動画、はいはい、まあまあ俺もそれはもう本当にやってほしいんで、ね、ちょっとでもあの痛いかもしれんけど、あの、はい、そうですね、やりましょう、とりあえず。ね、これはあの多分 KY チャンネルで、ね、住んでるメンバーからのみんなのお願いだと思うんで、はい、そうですね、こちらやっていこうと思います。お願いします。はい、で他の、はい、あ、他の俺さ、やりたいのいっぱいあって、はいはい、なんか KY チャンネルで、はいはい、これ結構やりたいのは体張るのって今しかできないなって思ってまして、まあまあ確かにそれはありますよ。そうそう、だから、はい、あの体張る系を俺何個か考えてきたので、ちょっと、はい、聞いてもらっていいです。僕はもうやらないんで、それは。はい、みんなでやってください。帰り、はい、やるよ。やるよ、あんた。はいはい、じゃあとりあえず聞きましょうか、内容。あの最初はですね、はいはい、あの僕のあの友達のお父さんがこの氷会社をやってまして、はいはいはい、氷をこう冷蔵庫持ってるんですよ、自宅に。あ、だからこのお父さんにお願いしてから、マイナス何度の世界でどれぐらいあの耐えきれるかっていうのを、はいはいはい、選手権をやりたいなと思って、はいはいはい、まあまあそれくらいなら全然、あの俺北海道いっぱい持ってって中入るから。じゃあやばいやつさ、知ってる知ってる、あのね、冷凍庫でしょ、あの言ってみれば、うん、だからこのお魚保存してある冷凍庫とか、うん、あー分かる、入ったことある、入ったことある。で今思ったんだけど、だから帰りが絶対大丈夫だなって言うと思ったから、うん、その大丈夫も動画今もう撮ってる YouTube 流れると思うから大丈夫だよって言って、で帰りがあのこの何度かの世界入った時にふーんって言った時に、ちなみに俺フル装備していくよ。フル装備みたいに言うなよお前、ハルサエーカーのお前、わかるかな、大丈夫かな、聞いてる方々わかるかな、わかるかな、ハルサエーカーね、初期の頃見てる人は多分わかると思うんですけど、初期のフル装備っていう日、うん、これど今もう俺のあれだよ、あ、一家無理装備。はい、ということで1個目これです。はい、はい、1個目これで、次はあの眠らないで一日中 AV を見ると人間はどうなるのかっていうのをやりたい。はいはいはい、はい、ああ、じゃあもうそれは適当にやってもらって、やるよ。これもやるよ。やるよ、はいはい、あの本当にだからあのプロジェクター借りて、はいはいはい、あの一日中見ようかな AV をって思って。ああ、そうなんだ。しかも両党 AV だけど、うん、モザイク外したら見れない潔癖症だからね、外します。外すんだ。外して、外す方法とかあるんだ。一応あります。まあまあまあ、グレーゾーンですけど、そういうところは。あ、はい、じゃあそういう会社がちょっとあるから、ね、まあまあまあ、はい、いろいろある。それ見てあの耐え切れるかっていうのと、これ終わった後に次はまだあります。またあるの？24時間これ寝ないでずっと見るから、うん、これ寝ないでずっと見た後に次はミンミンダハールさ、このずっと起きれるみたいな飲み物、はい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 、これで耐え切れるか、はいはい、寝ないで耐え切れるか、ね、眠れる、あの眠りとミンミンダハどっちが、睡眠とミンミンダハどっちが、睡眠欲とミンミンダハどっちの方が強いかっていう、強かっていうのを、ね、まあもうこれは言ってみればホコタテみたいなもんですよね。そうそうそう、やりたいです。これは、はいはい、これは見どころですね、はいはい、っていうのと、はいはいはい、あと、まあ、あのカイリーが言ったんだけど、カイリー、あ、大食い選手権最近やったって言ってたんだけど、はいはい、リュウトは24時間飯を食わずに、あー、飯食わずに、食わずに耐えて24時間っていうか2日ぐらいかな。あー、もう全然それなら余裕だよ、耐えて、余裕余裕、耐えるわけ、最初余裕でしょ、余裕でしょ、うん、耐えて、うん、で終わったなって思ったら、うん、エンダー行って、エンダーのメニューを全部買って、うん、全部食べる、うん、それはやめよう。いやお前いけない、こうやってこうなってじゃあだって俺もだから大食いやって分かったんだけど、うんうん、やめた方がいいよ。やろうよ。じゃあ本当にあのやめた方がいいよ。やろうよ。いや、じゃあ本当にそんなにダメなの。やろうか。やろうよ。やるしかないよ帰り。ね、まあなんかもうそういう話したらお腹空いてきちゃったんだけど、あ、俺チリチリズカーリーフライ食べたいな。じゃあ今からエンダー行こうか。行こうか。じゃあ待て待て、リョットリョット、今じゃない。今じゃない、うん、あのラジオ終わりで、うん、お腹空いてるからさ今日は。ね、はい、っていうことでこういうね、あの限界、はいはい、あと1個だけ、あ、あと1個ある。カイリーと一緒に、うん、あのグリコして、うん、あの
宜野湾市を一周したいなと思って、あグリコでグリコとかのなんかチョキで買ったチョコレートみたいな、沖来州ってやろうかなと思ったけど、うん、多分死ぬかなと思って、違う違う違う、お前何日かかると思ってるの、いいさやろうよ、これ達成感やばくない、片方がじゃんけん負け続けたら片方どんどん置いてかれるんだろ、あそっか、うん、いやいや大丈夫大丈夫、何が大丈夫なの、大丈夫、そしたら、うん、大丈夫、うん、頑張るよ そこまで考えてなかったかいでも、でも、ね、今の時代 LINE あるから、うん、ビデオ通話でビデオ通話でじゃんけんする、じゃんけんする、なんかあったら一応やりたいやつさ、それか、はいはい、帰りと一緒にあの歩いて沖縄一周っていうのはしたいですね、はいはい、歩いて沖縄一周ね、うん、じゃあ俺は隣であのなんか自転車かなんかでおい、頑張れみたいな批判受けるよ、あんた俺だけしか そうなりたくないよ、わかった、じゃあで、りょうとか自転車乗るわ、おいお前はあんまり批判されないだろ、いやされるわあんまりされないだろ、俺三輪車でもやりたいやつああ三輪車で沖縄一周、いいんじゃない、三輪車でいいんじゃない、いいんじゃない、やろうやろう、今年やりましょう、あ今年やりましょうって言ってた、もう夏休み潰れるやし、それででもやりたいんじゃない、まあまあまあね、まあできる機会があれば、はい、こういうなんか体張ったこともどしどしねやりたい、なんか DM くださったらね、はい、考えてやりたいですね、まあやってみたいと思うので、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、というわけでこんな感じでいいでしょうか、はい、これは終わりですよはい、わかりました、はい、それでは以上 YouTuber への道でした、はい、じゃあ続いて曲の方行ってみましょう、行、はい、きましょう、いいよ、はい、僕がちょっとねハマっている曲なので皆さんどうぞお楽しみください、はい、ではバックナンバーで、はい、ハッピーエンドです、どうぞ、バック、なんで最後にバックって言った、わかんない、はい、はい、今音楽流れてますけども、何バックナンバーハマってんの、バックナンバーハマってる、バックナンバー元から好きなんだけど、バックナ、ラッドインプスも好きじゃなかった、ラッドインプスはでもあれで、あの君の名は見たから、君の名はに使われてる曲が好き、ああまだこの世界はでしょ、はいはいはい、ああ、あれか、ごめんごめん、それはあんまり知らない、あ、知らない、あの、普通にただじゃあいいんですかとかか、はいいんですか、いいんですか、わからん、それラッドウィップスなの、ラッドウィップスだよ、お前、じゃだから君の名はに疲れてる、あ、そうなの、曲が、違う、曲を知ってる、あ、そういうことか、うん、君の名は見た、見た見た、だから俺まだ見てないやつだ、だから、君の名はに疲れてる曲を知ってる、あ、なるほど、うん、ワニマも好きよ、うん、ワニ、え、ワニマ、ワニマ面白いよ、聞きなさい、聞いてる聞いてる、あ、聞いてる聞いてる聞いてる、あのよ、なんか今ワニマのこうツイッターで荒れてるんだけど、はい、なんか、あ、なんかレーベルが、そうそう、変わって、なんかツイッターの人とかがよく言うのは、はいはい、なんかちょっと裏切られたなみたいな、あ、多いですけど、俺は別にそういうの ね関係ないと思うけどね、普通に楽しかったけどな、歌って思って、裏切るとか裏切らないとかそういう問題じゃないから、まあ全部まあ何でもいいけどね、ね、えじゃあバックも大丈夫みたいな、ね、それはダメだろどういう反応だろう、これバック、ああずっとバックバック言うのか、ねバックナンバーだ、バックナンバーね、あ、ナノマイケル来てますよ、ナノマイケル、ふぅ、バック、ええ、バック、それ以上言ったらお前チューするよ、言わないやつだ、えでも大丈夫よ、今日はリップ塗ってから、じゃあどういうこと、今日はリップ塗ってから大丈夫よ、えみんなって飲みすぎたら死ぬんじゃなかった、あそっか死ぬの、一応あれど、あれ当たってるかもしれない、嘘、なんか日本のあれモンスターあるさ、はいはい、飲み物、はいはい、あれは日本のから日本人の体に作られてるらしい、そうなんだ、か外国人の日本人が飲んで亡くなったケースもあるらしい、カフェイン入りすぎて、あ、確かにね、カフェイン中毒がな、そうそうそう、まあそうなんですよ、まあそれはそれで動画的に面白いから誰か死んでみる、やだ一応個人的変算やってるしちょ、多分相当ひどいことになるだろう変算いいやつなんだよな、相当叩かれる、一応
そうだね。そんなことしたらやらないですよ、もう。まあでもね、みんな白歯一本でどれだけなってるかみたいな。そうですね。やつなんで。まあ最近変山飯食いに行こうや。うん。やっぱ俺なんか後輩嫌いだったんだけど最初、うん、あ、やっぱ後輩ってちょっと両党の中ではちょっとなんか嫌で嫌な存在だったんだけど、本当に後輩っていいやつだって思って、急にだ、俺本当に優しくしないとなって思って、今変山をめっちゃ、変山とかもう後輩を本当に優しくしないとなって、あの、俺が憧れた、だから湊さんとか翔吾さんがもう後輩のドラゴン、あ、あとから言いましょうね。憧れてて5秒前2、1。デコカイリです。ボコリョウトです。デコボコトラベリングのビッグスモール、はい、CM 開けました、開けました。デコボコトラベリングのビッグスモール、ただいま生放送でお送りしております。はい、あの CM 開ける瞬間にちょっとおなら減ってしまった、アキさん。え、嘘でしょ。マジかよ。ちょっとごめんね、リョウト。でも待って、俺も出たやつ今。本当に本当にガチめに。うーわ、これからラジオ局内匂い、匂いがちょっと臭い。どうしたかい。あ、これは俺のオーナーです。ちょっと臭い。本当にごめん、これは俺のオーナーです。だろ、だろ言ったな、ごめん、申し訳ないです。待って、ちょっと臭い。もう申し訳ないです、本当に本当に申し訳ないです、本当に。今嘘と思っただろ、うん、マジどや。本当にごめん、本当にごめん、本当にごめん、ちょっと臭い。AD の方が本当に申し訳ない。 AD っていうかミキサーね、ミキサーの方、うん、これミキサーっていうのか、うん、ミキサーっていう、うん、まあまあまあそんな中やっていきましょう、やっていきましょう。はい、じゃあちょっとメッセージの方届いてるので、はい、いきましょう。お願いしますよ。こんばんは。はい、こんばんは。今月の小沢笑い劇場行きましたよ。いやありがとう。小沢笑い劇場初めて行きましたが楽しかったです。あ、そっか。話変えますが、来週から2週間現場実習です。郊外で実習します。現場実習か。あ、まあまあ、っていうことはあの社会科見学みたいな感じか。そうそう、まあそんな感じだね。いいえ、そしてハイアップロー1000人のフリーライブ行きますよ。お笑い大好き高校生ということで、ハイアップローのね、はい、フリーライブもありますのでね。そうですよ、6月9日にね、はい、ハイアップロー1000人フリーライブと称しまして、はい、1000人お客さんを呼ぶライブがあるので、ぜひね見に来てください。はい、メインプレスで行われますので、那覇のね、はい、ありますんで、ね、お時間ある方は6月9日の19時スタートですので、はい、よろしくお願い。新曲も発表しますからね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあね、ついにこの時間が来ましたよ。来ましたよ。今日はどういう内容なんでしょうかね。行きましょう。楽しみにしていてください。それでは行きましょう、はい、続いてはこのコーナーです。帰りの恋愛相談教室バック。このコーナーは恋愛、はい、このコーナーは恋愛経験豊富なカエリがさまざまな恋愛相談を解決していくコーナーです。何言おうとしたの、リョウト。ちくしょー、ちくしょー。今言うからあのちょっとあの腰痛い封じして一生懸命台本見てたんだけど、うん、なんだちくしょー。はい、はい、始まりましたよ、はい、ね、リョウト、あとで本当にチューするから。初めてのチュー、両途途中っていうか、あの初めての中、あ、そっか、サランラップでやったことあるよ。あのーサラ、あ、動画でやってたね。あの、やばいな、中ってやばいな。じゃあ俺も両途ファースト生中、俺が奪うから。初めての中、帰り途中。待って、ほんとに違うよ、ほんとにノリとテンション違うよね。もうノリで中までいけるかなって思ってるんで。行かない行かない。はい、はい、というわけでね、このメインのコーナー始まりましたけど、始まりました。今日はどんな内容なんでしょうか。今日はですね、うん、あのまあたくさんあの相談ありましたけども、すべてもうちょっと置いといても、今日はもう、あ、今日はいらないです。もう今日いらないの。今日はポイしてください。先生、はい、今日は相談なかったんじゃないの。今日はありました。ありましたか。全部ポイしました。ちょ、あったわ
そうですね、まあ、ポイって言ったら言い方悪いですけど、ね、今日はちょっと置いといて、すいません募集しちゃった僕らもちょっと悪いんですけど、今日はねちょっと別のコーナーやろうかなと思って、僕がネットで見つけたね、はいはい、ちょっといい話、いい話っていうか、このね男の人必見というか、あ、なるほど、そういうちょっと男の人がモテるためにどうしたらいいかみたいな感じの、うん、ちょっといい記事を見つけたので、はいはいはい、皆さんに紹介していきたいなと思って、はい、はい、今日は急遽この恋愛相談じゃなくて、はい、ちょっと僕のねこの話になっちゃうんですけ ど、 ど僕の話というか、ね、はい、俺もこれは聞きたい、なぜかと今本当に恋愛に悩んでるからね、うん、でちなみにでも男ってどれぐらい聞いてるのかな、男性の方で聞いてる方、聞いてる人っていう人はぜひね手挙げてください、ね、手挙げてください、はい、あ、画面越しでも伝わりますよ、まあ、伝わるんだ、うん、伝わるんだ、手挙げてください。え、じゃあちなみに今何人ぐらい手挙げてる？7だね結構リアルな数字いったな、うん、7だね、はい、まあ一応じゃあその7名の男性さん、男性さん今日は32回か32回も噛んでるの俺でちょっと鼻が詰まってて喋りにくいんだけど、ね、うん、はい、じゃあ聞いていきましょうよ。今回僕が見つけたね、はいはいはい、この、まあ、男性がこのちょっとね女性から惹かれるというか、女性にあんまり良くない印象を与えることをちょっと記事にしたものを見つけたんですけども、なるほど、そこに書いてある記事のタイトルがですね、タイトルが女子の肌チェックが結構厳しいという記事なんですよ。肌チェック、ね、お肌の問題ってやっぱいろいろ抱えてる方多いと思うんですけど、やっぱ一番敏感になるは女子ですよね。そっか、女の方って結構なんか自分の肌気にしたりするじゃないですか。そうだね、化粧もそうだもんね。そう、化粧したりとか、あとニキビができたとかってわわわわわめいてる女子ども、女子どもじゃないよ、本当にわめけどういうことよわめけそれはね、でもやっぱりまあ女性の方は皆さん分かると思うんですけど、自分の生活習慣が悪かったりだとか、あとですね食生活が悪かったりだとか、うん、でも女性の方は結構そのことに対して敏感で、いろいろ気にしてこのね対応したりとか、ね、うん、まあ、化粧でまあね隠したりとか、そうですね、いろいろドモホルンリンクルみたいな、ドモホルンリンクル、ドモホルンリンクルドモホルンリンクルはなんだっけ、わからない、会社名、あれよ、あー、はい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 、ドモホルンリンクルを使っているあなた申し訳ございませんが、簡単には入手することができません。あなたの アンケートによってドノホルンリン、もういいよもうドノホルンリン、ドノホルンって あとあれでしょ、あくねくねあくねとかでしょ、はいはい、まあ、アクネスのね、なんかアクネス、アクネじゃなくて、アクネみたい、まあ、まあ、そんな感じのやつとかね、やっぱ肌にね、はい、まあね、このいろいろね女性の方はやっぱ気にすると思うんですけども、だからか帰り最近俺が違う違う違う、じゃあまだ話の途中だから、 あ、うん、ごめん、あ、今のはカットね、はい、言っていいよはい、でまあなんかこのね女性もいろいろ気にすると思うんですけ ど、 ど女性は自分の肌を気にする以上に、また男性に対してのそういう、ね、目も結構厳しいんですよ。厳しいか、やっぱそうだよな、はい、やっぱりこのまあ記事に書いてあるんですけども、はいはい、女性がね、うん、この、まあ、90% 以上の女性の方、もうそのサイトでの話なんですけど、はいはいはい、90% 以上の女性の方が男性の 肌荒れを気にしている、汚い、痛々しく感じるっていう回答をしてるんですよ、ね、これ聞いてやっぱ男性の方はやっぱりちょっとマジか、ね、なんかね、か肌荒れしてたらちょっと女性からしたらのマイナスの印象というか、いや、ここで気にするな大丈夫かなここで気にするな、もう今は手遅れだからもう手遅れか、肌荒れか、ね、だからその、うん、ちゃんと手入れもしないといけないっていうところもあるんですけど、あるんですけどね、あるんですけどね、まあ、これもまたこのサイトでの話なんですけど、あ、このサイトの話ね、ちょ、やりすぎはまたいけないかなっていう、いや、なんかやっぱ女性の方の意見としては、うんうん、この化粧品が自分より持ってる男性の家とかに行くとちょっと引くらしいんですよね、やっぱり。ちょっとなんか、あ、この、まあ、例えばよ、うん、デートで、うん、まあ、彼氏のお家に行ったとします、うん、でお家に入りました、うん、そして自分の家よりも化粧水とかがバッて並べられてる、どうも、ちょっときついな、もうそっか、女性が、あ、彼氏の家初めてガチャ化粧品ばっかりドモホルンリンクル、ドモホルンリンクル、あーくねくね、あくねみたいな、そう、まあまあ言ってみればそんな感じよ、
ドモホルンリンクにズラーズラーアークでズラーみたいな、やばいな、引くだろ、引くな、引くだろ、そういうことだわけよ。すごい。だから逆にね、このやりすぎもいけないわけよね。あとあれね、パックパックわかる、そうそうそう、パックとかもいっぱいちゃんとお金してしたら、ちょっとそっかちょっと引くよな。そしたらそうだよね、うん、ある程度だね、うん、ある程度。まあで、このなんかそのね、何がじゃあ正解なのかと、何がだから正何が正解なの、そんなしたらもう分からないじゃないかとね、うん、どこが正解なの、もうどこまでやっていいのか、どこまでやったらダメなのかみたいな、うん、そうなってくると、まあ、女子にじゃあ何が正解なのかって聞いたところで、はいはい、まあ、肌だけを気にするんじゃなくて、うん、まあ、身だしなみの一部として、まあ、最低限のスキンケアを心がけてほしいと。なるほど。まあまあ、まあ洋服とかやっぱ着飾ったりとかするじゃん、はいはい、いい感じにこの私服作ったり、うん、まあ、そういうイメージで、まあ、軽くこの身だしなみを整えるっていうイメージでやってほしいらしいわ。身だしなみ整う、あ、そっか、そういうことか。そうそうそう、ね、最近女子だってナチュラルメイクとかも流行ってるでしょ、うん、流行ってるよ。そういうナチュラルメイクとかやってるようなイメージで、このね、あんまりやりすぎじゃなく、はいはい、自然に程よく程よくやってほしいっていうのが女性の意見としてあるわけ。そういうことか。もうね、もうこれはもうちゃんとした決まりだよみたいな、そう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 、お家で手洗ううがいするみたいな感じですよね。まあまあ、そういうイメージですよね。そういうことか。例えばさ、まあ、例えばっていうか、男性の肌っていうのは大体女性の2倍の皮脂量を分泌してるわけよ。どういうこと、どういうこと。あの油、あ、はー、油か。大体女性の2倍分泌しているっていう、うん、まあ、結果が出てるらしくて。あー、そっか、まあ、あと水分量が少ないらしいわけよ。肌がちょっとパサパサしやすいというか、うん、乾きやすいみたいな。乾きやすいね。だ、そういうのからニキビに発展したり肌荒れに発展したりするから。なるほど。あの、例えば俺はね、あの、洗顔した後にいつも化粧水、うん、最近やり始めてるんだけど、ね、結構やっぱ大事だわけよ、そういうのが。あ、じゃあ両方もやらないといけないな。そうそうそう、ね、意外とだからそういうところに気配ったりとかしてないと、そうだ、ね、やっぱり肌がボロボロになっていって、さらにこのね、うん、それが女性に惹かれる要因となるので。そっか、そこか。そこなんだ よ。だから帰り、最近ずっとあの、俺がもう早めに寝た時に、うん、帰りはお風呂入ってて、うん、で出た瞬間帰りが一生懸命、うん、化粧水でやってるの見て、そんな強くは叩いてないよ俺。あ、でも結構やってるよ、軽く。でもなんかパチパチパチって感じ。最初自分を痛めつけてるのかなと思って違うよ、そんな俺ド M じゃないから。本当に最初だって、最初そうだよ、俺化粧するとはシェアハウス住んでない前はまさか思ってなかったから。まあまあまあ、まあ、そうですよね。美意識高いですよ。いやいやいや、でもなんか結局寝不足とかで肌荒れはしちゃうんだけど。ああ、なるほど、ね、そう、寝不足もやっぱ肌荒れの天敵だから。ちょっとそうだね、皆さん寝れるときはちゃんとね、7時間8時間ぐらい寝て、寝てね、しっかりとね、肌の調子も整えて、うん、ね、まあ、特にデートとかあるとか、そうだね、合コン行くとか、はい、そういったちゃんとね、手入れもして、はい、しっかり万全の肌の状態で行ってほしいですね。行ってほしいですね。まあ今日はそんな感じの回なんですけど、まあ、聞いてる男性の方、はい、まあ、男性の方だけじゃなくても、まあ、女性の方にも言えることなんですけど、これはやっぱり肌っていうのは、まあ、なんかこの一番ね、この人間 の、 この自分の内部からやってるもので、うん、まあ、一番見せる部分というか、うん、ね、そうだね、そう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 、そういうことか。だからこの、うわー、気をつけないとな。印象としてはやっぱり結構つくものだから。そうだね、まあ、肌が綺麗で損することはないと思うので、ね、しっかりケアできる部分はケアして、はい、万全の肌の状態でね、これからの恋愛にも、うん、挑んでいってほしいと思います。ヒゲも剃りましょうね、はい、あ、そう、あとヒゲもね、ちょっと剃らないといけないんだけど、ヒゲ剃りにも結構このなんていうのかな、細菌が付着してることが多いので、うん、ね、もしね、あれだったらこのちゃんと消毒とかもして。なるほど、はい、もうなんかこの万全の状態を期して、うん、これからの恋愛頑張ってください。頑張ってね。はい、こんな感じで今日の恋愛相談教室の方は締めたいと思います。はい、以上、帰りの恋愛相談教室でした。ありがとうございました。それではエンディングいきましょう。はい、ありがとうございました。1時間生放送していたんですけども、皆さんどうでしたでしょうか。楽しかったですね。今日も楽しんでいただけたなら嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
そしてですね、ライブの告知なんですけど、まあ、来月にお笑い米軍基地がございます。そうですよ。そちらの方ね、まあ、ちょチケット残ってるのかな、あちょっとまだわからないんだけど、ね、そうですね、見に来てください。まだ間に合うかもしれないのでね、はい、買える方は買ってください。はい、お願いします。あとでしょ、いいよ、いいですか、はい、いいよ。あとですね、僕たち今ハイアップローっていうアイドルをやってます。アイドルというか、まあ、ユニットですけど ね、やってます。K はデンジャラス、クーター進化、デコボコトラベリングでやってます。そしてですね、今回1000人フリーライブを行うことになりまして、はい、6月9日、はい、ロックの日にですね、ロックの日にね、三栄那覇メインプレスで行います。はい、ぜひぜひね、漫才もありますし、はいはい、いろんなゲストさんが来るので、はいはい、ぜひぜひ見に来てください。はい、時間は19時からとなっておりますので。そうだよ、あと18時からもネタなどもやりますので、はい、皆さんもしよろしければね、ね、見に来てください。新曲も発表すると思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてですね、はい、結構先の話になっちゃうんですけど、はいはい、6月の29日ですね、ですね、木曜日、はい、平成一期というね、そうですよ、僕たちこの平成メンバーでやってるライブもございますので、ありますよ。チケット欲しい方はですね、僕かりょうとのダイレクトメッセージに連絡してくれればチケットの方取り置きできますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこんな感じで告知も大丈夫でしょうか。はい、あとね、告知なんか、あ、ひがりおっと今彼女を募集しております。はい、では来週もまたお聞きください。DM、お相手はデコボコトラベリングの帰りと DM、 あ、りょうとでお送りしました。ありがとうございました。バイバーイ、風邪ひかないでよ。バイバーイ。はい、ということで、まずツイキャスではですね、まだちょっと時間やってますので、続いていきましょう。はいはい、いやもうココナッツピーナッツちゃんがさっきコーターパックしてそうって言ってました。ああ、いい。コーターも一応美意識あるんだけど、コーターのね、なんか体がなんていうの、なんかちょっと点、なんか敏感肌なんだよね。で、なんていうの、コーターなんか運悪い時があって、だからなんか例えば PV 撮影の時とか、あの漫才ライブの時とかに目が膨れたりいきなり、はい、はい、確かに舞台の時に限ってなんかちょっと悪いことが起きるみたいな、ちょっとヒゲポッポって出てたりそれは自分の責任じゃ、完璧に反らない自分が悪いから、あ、こういうコーターいいなって思いながら、なんかどこか抜けてたりする、コーター抜けてるところがまたいいんだよな、ちょっと可愛いよな、可愛いな、あ、コーターがだから、なんでかしらっけど、自分の携帯を置いて、あの、りょうと、あ、財布置いて、りょうと最強食堂行こうぜっていう時もあるから、可愛いんだよな。いやいやいや、自分で行って、で、あとか、あ、ない、りょうと払っといて、いやいやいや、ないんかいって言って、確かに、コーターがなくすよね、結構、あの、財布、まあ確かに、いつも、あれ、俺のメガネは財布はって言ってるコーターを見るね、それはある、こういう感じですね、すぐなんかね、そういう抜けたところだから、もそこがいいところなんだよな、可愛いよな。でも、中地が、あの、中地いけないと言ったんだけど、中地はツンデレですね、ツンデレだけど、そうだね、あの、なんて言えばいいの、本当は、あの、かまってほしいちゃんですね、中地雄一郎は、うん、あの、だから、あの、例えば、俺が電話、あ、中地から電話来て、はいはい、中地が、あ、もしもし、ゴミって言うわけ、あ、いつも俺にも言う、言うよね、で、俺が、あ、もしもし、ダメ人間って言ったら、そんなこと言うなって本当に気づせてるやつ中地、可愛いところありますよね、まあ、なんかね、俺の車にコンドーム風船仕掛けてみたりとか、もう本当にあれ、まあ、でも俺はいつもあの、めんどくさいからただ取ってからポイって投げて俺前ドンキで会った時、中地、なんかやらんとなと思ってわざわざエロ本買ってからぶっ刺したわけ、あのこのワイパーの方、中地のね、そう、そしたらある男の子が偶然このワイパーこうぶっ刺してたの見たんだはず、うん、でなんかあげてて、でその男の子がやったみたいになってしまって、はい、はい、一生懸命俺言わないつもりだったけど、中地に俺がやったそう、俺がやったって、あと、さっきひろみさんが言ってたんですけど、はい、キスしたのは、一応、金城さんとかもああ、はいはい、やったことあるな、そういうことね、俺が芸人さんでキスした人を、こう、
なんて言うのよ、ノリでやった人は、からあの KY チャンネルの三宅健、はいはいはい、中地雄一郎、中地雄一郎、KY デンジャースコーター、カイリー、はいはい、勝利さん、他にいたかな、元志さん、結構いるな結構いるな、元志さんで、500栄翔の金城さん一応500栄翔って言った方が良かったんだよ、ハンサムさん、金城さんどっちかにした方がいいと思う、うん、多分一緒に言うんじゃなくてどっちかにしていった方が、あ、やべ、あと30秒ぐらいで終わっちゃうっていうことですね、はい、皆さん今日も聞いてくれてありがとうございます、はい、あのですね、元は男ばっかとキスするので男の方はキスしに来てください、なんか俺が言っちゃう、女の子も募集してますよはい、はい、じゃああと10秒ぐらいなので、はい、最後にですね、恥ずかしながらですけど、はい、リョウと今日は全裸になって終わりたいと思います、やめろやめろやめろ、リョウと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 